マリック・アーマド・モンクは、アメリカ合衆国、アーカンソー州、ジョーンズ・ポロ出身のバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションは、シューティング・ガード。アーカンソー州の超一材として知られていたモンクは、2016年に、マクダナルズ・オール、アメリカン・ゲームや、ジョーダン・ブランド・クラシック・ゲームの出場メンバーに選出。ジョーダン・ブランド・クラシック・ゲームでは、 ディアロン・フォックスと共に MVP に選出され、同州の最優秀選手にも選出された。大学は名門ケンタッキー大学に進学し、フォックスと協力ガードコンビを形成。38試合の出場で平均19.8得点を記録し、SEC のフレッシュマン賞やファーストチームに選出され、ジェリー・ウェスト賞も受賞するなど注目を集めた。 大学で1年間プレーしただけで2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体11位でシャーロット・ホーネッツから指名された。2018年4月6日に行われたオーランドマジック戦でキャリアハイとなる26得点。同じくキャリアハイの8アシストを記録。試合はホーネッツが137から100で勝利した。2020から21シーズンオフに FA となった。2021年8月6日にロサンゼルスレイカーズとベテラン最低保証額で契約した。ありがとうございます。